皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。皆さんは夏バテせず元気に過ごしていらっしゃいますか？暑い夏の食事では旬の野菜などをたくさん取り入れてしっかり栄養補給を行いましょう。それでは今回街の話題は特集でお送りします。火災消火を想定した基本操作の訓練である消防操法の兵庫県大会に向けて練習する阿保市消防団極洋分団を取材しました。第26回中播磨地区消防操法大会で優勝した阿保市消防団極洋分団。8月7日に開催される兵庫県大会出場に向けて、大会本番の会場となる三木市にある兵庫県消防学校グラウンドで練習を行いました。地域に密着し、私たちの安心安全を守る消防団。消防団員が日頃の訓練の成果を発表し、その能力を競い合う消防操法大会は、技術の向上と士気を高め、さらに地域の防災体制の強化に役立てることを目的に全国各地で実施されています。姫路市と神崎郡の各消防団で行われた予選会で優秀な成績を収めた分団が代表として出場する中播磨地区消防操法大会が7月3日に開催され、阿保市消防団極洋分団は消防ポンプ自動車操法の部で2連覇を達成、兵庫県大会の出場を決めました。指揮者と1番員から4番員までの合計5人の隊員で構成されます。腕の振り、膝の高さ、体の傾き、歩幅、ポンプ自動車に乗り込む角度など細部にわたって確認し合い、本番さながらの練習を行いました。私どもの地域では、鈴木神社の祭り、これが一応メインで、みんな我が家は活動していると。それによって極洋分団もまとまりある分団になっております。中播磨大会もこれで2連覇という格好でなってます。まあこれで極洋分団の、まあ大げさな言い方ですけど、まあ実力が認められたんじゃないかなというふうに思います。番号まあ普段通りの練習できたんじゃないかなというふうに感じております。で、私としてはまあ県大会まで今の選手が怪我なく、まあ出場できたらいいかなというふうに思っております。採点は競技参加隊員を規律、節度、敏捷性、確実な動作、安全性、チームワークなどの項目ごとに採点し、強敵を放水で倒すまでのタイム得点との合計点で順位を争います。中播磨を制する者は全国を制すと言われることもあるほど、ハイレベルな中播磨地区の大会を制した極洋分団。兵庫県大会を勝ち上がり、目指すは全国大会です。チームワークもよく、一致団結、みんなで頑張ってます。練習の方も、みんな手を抜くことなく、向上心ある中で頑張ってますので、県大会突破すると全国なんで、全国目指して頑張ります。よろしくお願いします。これまで練習してきた内容をそのまま出せるように一生懸命頑張りたいと思います。2番員はやっぱり1戦目も2戦目も関わってくるんで、やっぱり自分でどれだけミスがない走法ができるかをやっていきたいと思っております。今年はまあ初めから上の大会目指して頑張ってきたんで、まあ県大会でも
練習の成果を存分に出して、いい結果を残せれるように頑張っていきたいと思います。みんな、本当に力を合わせて長い期間頑張ってきましたので、まあ、その成果が、きっと出ると思います。はい、まあ、優勝を目指して頑張りたいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします。全国目指して頑張るぞ。気合が感じられましたね。8月7日兵庫県消防学校グラウンドで兵庫県消防総合大会が開催されます。網干消防団極洋分団の皆さん頑張ってください。ハチーン。夏といえば少年たちの青春の汗が光る高校野球のシーズンですよね。今年は8月に全国高等学校軟式野球選手権大会がウィンク球場で初めて開催されます。そこで今回は大会に向けて一心に頑張る北間工業高校の生徒たちに密着してみました。こんにちは。軟式野球は硬式野球よりも柔らかい球を使用するスポーツで、巧みな技、器用な技を必要とする競技種目です。軟式野球を選んだ生徒たちは野球を愛する気持ちが人一倍強い生徒が多いといいます。怒られたこと、練習がつらかったこと、チームワークがうまくいかなかったこと、体の故障、これまでの3年間には様々なことがありました。どんなに辛いことがあっても仲間と一緒に支え合ってきました。野球が好き、みんなと一緒に戦いたい、支えてくれた家族、先生に感謝の思いを伝えたい、そんな気持ちで一生懸命練習に励み、春の大会ではベスト4に進出しました。勝った時はみんなで肩を叩き合って喜び、負けた時は悔しくてチーム全員が泣き崩れました。チームが一つになった瞬間です。チームのモットーは常に全力、試合はもちろん挨拶も応援もボール拾いも全てに全力投球です。最近練習の雰囲気悪いからしっかり声出してしっかりチーム盛り上げるように。キャプテンの中村くんです。自分を変えたいという思いで入った軟式野球部。高校2年生の大会では悔しくてチームの中で一番涙を流しました。野球の面白いところってどんなところですか？野球はまあ個人プレーじゃなくてチームプレーなんで、まあ、誰かがいいプレーをした時とかに、まあ、チーム全員が盛り上がったり、そういうチーム全員で戦うっていうところが面白いです。キャプテンになって変わったことってありますか？まあ、僕は中学校の時は、人前に立ったりするようなタイプじゃなかったので、まあ、キャプテンになって初めて人前に立って、まあ、チームを引っ張る力や責任感が、まあ、強くなったかなと思います。夏の大会最後の大会ですが、大会を向けての思いはありますか？今まで支えてくれた親や先生、チームメイトに感謝の気持ちを込めてプレーしたいと思っています。肩を怪我しながらも全身全霊で夏の大会に挑みます。ピッチャーの加藤くんはとにかく真面目、いつでも全力です。何球も何球もボールを投げ、グラウンドを走り、一心不乱に練習に励んでいます。小学校の時に友達に誘われてから、そこから少年野球に入って始めました。それからずっと続けてるんですよね。はい、それまで続けられる野球の面白さってどんなところにありますか？そうですね、どこが面白いとかっていうか、もう全部が楽しいです。はい。ピッチャーとして大変なことってありますか？ピッチャーはやっぱり野球の試合で大事な存在なんで、自分のせいで負けてしまったりするんで、そういうとこしっかり辛かったりするんですけど頑張ってます。夏の大会最後の大会ですが、大会へ向けての意気込みはありますか？はい、やっぱり
最後の大会なんで、上の大会、全国大会目指して、しっかり頑張っていきたいと思っています。そうですね、もう本当にあの暑い中、よくあの頑張ってやってるのと感心します。どんなところを特に応援されてますか？チームの中であのキャッチャーというポジションをやらさせてもらってるんですけど、中心として、よく声も出して、でよく引っ張って頑張ってるの、そこがもう本当に感心して、もう続けてほしいなと思います。夏の大会、最後の大会ですが、大会に向けての思いなどはありますか？そうですね、本当に今まで頑張って続けてきた集大成で、高校生活最後の大会になるんで、本当にチームとしても本人としても悔いの残らない思い切った伸び伸びとした試合をして、それに伴っていい結果が続けばいいなと思ってます。チーム指導されてていかがですか？そうですね、今大会前ということなんですけど、怪我人も何人かいる中で、少しずつ回復している選手もいるし、大会に向けてはチームの雰囲気も上がってきているかなと思います。夏の大会、最後の大会ですが、大会向けての意気込みはありますか？そうですね、全国大会出場という目標がチームとしてありますので、その中で一戦一戦、確実に勝っていこうというふうな思いではあります。せーの、しゃーやったー、夏の大会優勝目指して頑張るぞ。鹿間工業高校軟式野球部の夏はまだ幕を開けたばかり。夢を追いかけ、心を一つに全力で試合に挑みます。第61回全国高等学校軟式野球選手権大会は8月24日水曜日からウインク球場で開催されます。ぜひお越しください。夏休み、皆さんも作品作りに挑戦しませんか？明るい選挙啓発ポスター、動物園写生コンクール、男女共同参画作文エッセイ、納税ポスター、耐震化啓発ポスター、エイズ HIV 予防ポスターを募集しています。広報姫路7月号の16ページに詳しく掲載していますのでご覧ください。今回のウィークリー姫路はいかがでしたか？最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。